花嫁の皆さん、花ちゃんのお時間です。リップクリームはニベア派のヒート、メンソレータム派のマユです。はい、今日のお題は何ですか？はい、今日は式場見学前に話し合っておくべきことを教えてほしいです、うんうん、なるほど。はい、じゃあ早速教えてください。はい、まず一つ目はゲストの人数です、はい、でどういうことかというと、例えば会社の方を呼ぼうと思ってる、いや会社の方は呼ばないってパーティーしたいと思ってるであったりとか、家族だけでのパーティーでいいやだったり、いや友人とか仲のいい人はみんな呼びたいって思ってるパーティーだったりっていう風に、それぞれ話してみないと思っている理想の結婚式の規模感が違ってきますよね。どの方をどのぐらい呼びたいパーティーなのかっていうところを2人で事前にすり合っておくことはとっても大切です。結構ざっくりとしてるんですか？30人くらい、80人くらい、まあ、全然ざっくりでいいですし、まあ、そこの規模感だけ決めておきましょう。それによって案内してもらえるその部屋の広さも変わってくると思いますので、はい、ぜひ話してください。はい、2つ目は、はい、時期。時期時期です。お二人の中でこの時期は避けておきたいねっていうところを話しておくことが結構ポイントです。避けるべき時期を話すんですか？はい、もちろん例えば2人の付き合った記念とか、どちらかの誕生日にあげたいっていう希望があれば、ここの日に合わせて空いてる式場を探すでいいと思います。ここまでこだわりがないっていう方も多いですので、日程の幅を広げるために完全に2人が仕事上とか NG のところだけはある程度固めて見学行くといいです。3つ目は場所です。場所、場所もそんな細かく駅とかまで絞り込まなくていいんですけど、例えばまた東京でやりたいのか、今リゾートすごい人気、軽井沢とか那須とか結構人気なんですけど、そういう自分たちなんで笑って違う、那須ですか？それは那須だこれってその2人の希望だけじゃなくって、でもちょっとこう遠方の親族がとても多すぎて、できれば関西の方であげてほしいとか、なんかそういう希望があるかもしれないので、希望を承る期間を設けて、はい、そこで2人の意見をどうするか決めるのがいいと思います。聞いたないからね、意見聞いてると、うん、でも意見も聞かなきゃいけないっていう、このさじ加減とっても難しい、はい、大枠2人が希望を持つことがとても大切ですので、その上で聞いてみましょう。確かに、うん、2人の軸はずらさないように、そうこの3つがあれば、はい、だいたい式場見学大丈夫なんですというのも、まあ、最後ちょっとまとめ的な感じになりますけど、はい、まあ、今言った3つのポイントを覚えてますか？ゲスト、うん、場所、時期。そうゲストの人数、場所、時期がポイントなんですが、これがあることによって、はい、例えば式場で人数が分かればご案内できる会場が、披露宴会場が明確になる、うん、で、まあ、その人数がおおよそ分かればおおよその見積もりを出してもらえる、うん、で時期の目処が立っていればそのプランに合った日程を探せるっていう感じで、まあ、大枠は大丈夫ですよね。でよくその結婚式のテーマを話し合っておきましょうとか、雰囲気を決めておきましょうみたいにあるんですね。それで否定はしませんが、そんなの見てないのに分かるわけないと私は思うので、なんかそこは行ってみて好き嫌いとか出てくると思いますので、そこの上で判断すればいいと思います。はなちゃんでは結婚式に関する情報をたくさん配信しておりますので、はい、少しでもいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。バイバーイ。